時は1999年。場所は世界最高峰エベレストの北側。標高8000メートルを超えるデスゾーンで、酸素ボンベを背負って行動する登山家たちがいました。彼らの目的はエベレストの登頂ではありませんでした。ある遺体の発見が目的だったのです。私はコンラッド・アンカー。このエベレストで75年前に行方不明になった、伝説の登山家の遺体を捜索している。そして私は、とても古い登山装備を身につけた、一体の遺体を発見することができた。私はその遺体が身につけていたシャツの、ネームラベルをめくった。そこには、ジョージ・ハーバート・リー・マロリーと縫い付けられていた。彼だ。参ったな、これはマロリーだよ、参ったな。私は伝説の登山家ジョージ・マロリーを発見してしまったのだ。これはもしかすると登山史を書き換える、世紀の大発見になるかもしれない。ネパールとチベットの国境上にそびえる、標高8848メートルで世界最高峰のエベレスト、北極点と南極点という、二つの極地到達競争に敗れたイギリスは、帝国の名誉にかけて、この世界最高峰の頂を制覇しようとしていました。これはエベレスト登頂にその身を捧げて、3回も遠征隊に参加した伝説の登山家、ジョージ・マロリーの物語です。僕はジョージ・マロリー。これからベリー中佐が率いる第一次エベレスト遠征隊に参加する。当時エベレストが世界最高峰であることは明らかだったものの、まだ周囲の地図すらなく、山頂に至るルートも明らかではありませんでした。1921年の第一次エベレスト遠征隊の目的は、エベレストの登頂ではなく、周辺の地理を明らかにし、山頂へのルートを見出すことにあったのでした。僕たちはインドのカルカッタに上陸し、ダージリンからチベットを経由してエベレストに向かった。現在はエベレストに登頂する最も一般的なルートは、ネパール側のクンブ氷河を登って、南東領を経由するものです。しかし当時はネパールが鎖国政策をとっており、イギリス人のマロリーたちがネパールに入国することはできませんでした。そこでマロリーたちは、ネパール側からではなく、チベット側からエベレストに登頂するルートを探索したのでした。僕は友人のガイブロックと共に、エベレストへのルートを探索した。まずは、ロンブク氷河を登って峠を越えて、ネパール側のクンブ氷河にエベレスト山頂へのルートを見出そうとした。しかし峠から見たクンブ氷河のアイスホールは、とても登れそうには見えなかった。次に僕たちはエベレスト北東側の斜面に、頂上へのルートを見出すことにした。僕たちはカルタ氷河を回り込み、エベレスト北東領を望むことができた。しかし北東領も険しく、登れそうには見えなかった。残されたルートはノースコルから北領を登って、北東領の上部に出て、エベレスト山頂に至るルートだけだった。僕たちは強風に苦しめられながら、ノースコルを目指した。そしてなんとか到達することができたが、風が強くこれ以上の前進は不可能だった。しかしノースコルから見た北領はなんとか登れそうに見えた。この北領を登って北東領に至れば、エベレストに登頂できることが明らかになったのだ。こうしてイギリスによる最初のエベレスト遠征は、なんとかノースコルに到達したものの、エベレストに登頂することなく終了します。しかしこれまでは地図すらなく、完全に未知の地域であったエベレスト周辺の地形を明らかにし、山頂へのルートを見出した功績は大きかったのです。そしてイギリスは次こそはエベレストに登頂すべく、この翌年の1922年には第二次遠征隊を、組織することになりました。僕がイギリスに帰国する頃には、すでに第二次遠征隊を派遣することが決定していて、僕は隊員に選出された。前回の隊長だったベリー中佐は今回の遠征には参加せず、第二次遠征隊ではブルース准将が隊長となった。そして前回は健康診断で不合格となったジョージ・フィンチも、今回の遠征には参加できることになった。優秀な登山家であるフィンチの参加は心強かった。今回の遠征では高度障害を防ぐため、酸素ボンベを使用することになった。しかし僕はこんな忌々しい文明の力の力を借りて、エベレストに登頂する気は全くなかった。僕は4人の仲間と共に、ノースコルに到達できた。ここから前年偵察した北領を登り、エベレスト山頂に向かうのだ。もちろん酸素ボンベを用いることなく、無酸素でエベレストに挑戦するつもりだった。翌々日、僕たちは北領を登り、7680メートルにテントを張って泊まった。しかし僕たちは皆体調が悪く、よく眠ることができなかった。特にモーズヘッドは吐き気を伴う倦怠感があり、登頂を諦めてテントに留まることになった。
翌朝、僕はサマベルとノートンの二人を率いて、頂上に向かった。午後2時半にはどこにいようと、引き返すことに決めた。しかし僕たちの歩みは遅かった。僕がこれまでに登ったヨーロッパの山なら、もっと速いペースで高度を稼ぐことができるはずなのに。そして引き返す時間と決めていた2時半になったが、高度計はまだ8169メートルを示していた。エベレスト山頂はまだ遥か遠くに見えていた。歩みの遅い僕たちではとても明るいうちに山頂に到達できないことは明らかだった。やむを得ない。僕たちはエベレスト登頂を断念し、モーズヘッドが待つテントに引き返すことにした。こうしてマロリーはエベレスト登頂を断念することになりました。しかしマロリーたちが引き返した高度は、当時人類が到達した最高標高記録となったのでした。僕のエベレストへの挑戦は失敗してしまったが、次にフィンチが第二次アタック隊として挑戦することになった。科学者でもあるフィンチは、僕と違って酸素ボンベを使うことに抵抗がなかった。そして数日後、僕はフィンチたちの結果を聞いて驚いた。フィンチはエベレストに登頂することはできなかったものの、僕たちよりも高い高度となる、8321メートルまで到達していた。僕の打ち立てた人類の最高度到達記録は、酸素ボンベを用いたフェンチによって、たった数日で塗り替えられてしまったのだった。そしてフェンチは高所においても僕たちのように体調不良となることはなく、登るスピードもずっと速かった。これは酸素ボンベの力であることは明らかだった。僕たちが高所で体調不良となりスピードが落ちてしまったのは、やはり高度障害の影響だったのだ。酸素ボンベはその重量という代償をもってしてもあまりある効果を、エベレスト登頂にもたらしてくれるのだ。モンスーンのシーズンが近づいているが、僕はもう一度エベレストに挑戦してみることにした。今回の遠征隊では、これが最後のアタックになってしまうだろう、もうなりふり構ってはいられない。僕は考えを改めて、酸素ボンベの力を借りてエベレストに挑戦することにした。僕は3人の仲間と14人のポーターを連れて、ノースコルへ向かった。ポーターたちに酸素ボンベを担がせた。午後1時半頃だった。突如として張り裂けんばかりの音とともに、斜面の雪が崩れ落ちた。雪崩だ。僕たちはなすすべもなく流されていった。幸いにも僕は深く埋まることはなく、すぐに自力で脱出することができた。しかし不幸にも7人のチベット人ポーターが、雪崩の犠牲になってしまった。どうしてポーターたちだけ亡くなってしまったのだろうか、なぜ僕たちイギリス人のうち誰かが、同じ運命をたどらなかったのだろうか。そもそも僕がモンスーンが近づきつつある中、無理して第三次アタックなんて計画をしなければ、こんな事故は起きなかったのだ。僕はポーターたちの命を預かるリーダーとして、いくら後悔しても足りなかった。この雪崩事故により、第3次アタックは中止になり、第2次エベレスト遠征隊の活動も終了した。こうして第2次遠征隊は8000メートルの高度を超えて、人類到達最高高度を更新するものの、エベレストには登頂できず、雪崩により7人のポーターを失って幕を閉じたのでした。隊長のブルースは亡くなったポーターの遺族に保証金を支払いましたが、遠征の報告書に亡くなったポーターたちの名が出てくることはありませんでした。イギリスに戻った僕は世界最高峰に挑戦した登山家として、一躍有名人になった。僕はイギリスの各地を回って、エベレストへの挑戦について講演した。僕の講演は大好評で世界中から講演の依頼が舞い込んだ。僕は船に乗って大西洋を渡り、アメリカやカナダでも講演した。ある講演会が終わった後、僕はとある夫人から質問を受けた。なぜあなたはエベレストに登りたいのですか？僕にとっては答えるに値しない、くだらない質問だった。登山家にとって、さらなる高みを求めて挑戦するのは当然だ。なぜ僕がエベレストに挑戦することに理由が必要なのだ。Because it's there。そこにエベレストがあるからです。僕はぶっきらぼうに答えた。しかしなぜか講演内容よりこの適当な返答が話題となり、ニューヨークタイムズの紙面を飾ることになった。この有名なマロリーの言葉は、日本ではそこに山があるから、と訳されることが多いのですが、これは語訳で it は山全般ではなく、エベレストを指すものと言われています。マロリーにエベレストに挑戦する理由を聞くということは、羽生結弦さんに、あなたはなぜ4回転アクセルを飛びたいのですか？とか、大谷翔平さんに、あなたはなぜ二刀流を目指すのですか？とか聞くのと同じでした。
登山家であるマロリーにとっては高みへの追求は自明であり、世界最高峰であるエベレストは存在そのものが、挑戦する理由であったのでした。こうしてマロリーのエベレストへの挑戦はマスコミに大々的に取り上げられて、エベレスト遠征隊の、そしてマロリーの知名度は高まっていきました。そして世論にも後押しされて、1924年に3回目のエベレスト遠征隊が結成されることになったのでした。僕は3回目のエベレスト遠征に参加するか否か、決めきれずにいた。過去2回の遠征に参加して、家族と過ごした時間は短かった。妻や親戚は僕にエベレストに行かないように説得してきた。一方で遠征隊の隊員たちは、僕を説き伏せてなんとか遠征隊に参加させようとしてきたのだ。そして世界最高峰エベレストの魅惑はあまりに大きかった。結局、僕はまた家族とのしばらくの別れに耐えて、3回目のエベレスト遠征隊に参加することになった。過去2回の遠征では感じることがなかった、後ろ髪を引かれる思いで、僕はインドに向かう船に乗り込んだ。ちなみに人類最高到達高度の記録を持つフェンチは、オーストラリア人であるという国籍が問題視されて、今回の隊員には選出されなかった。また隊長は前回と同じブルース准将だったが、キャラバンの途中でマラリアにかかって離脱、代わりにノートンが隊の指揮を取ることになった。しかし前回に比べて天気が悪く、僕たちは予定通りにルートを伸ばすことができずにいた。5月末になってようやくノースコルに到達できたが、十分な量の酸素ボンベを荷上げする余裕がなく、最初は無酸素でアタックすることになってしまった。僕たちは7710メートルに第5キャンプを設営したが、ポーターたちが動かなくなり、それ以上の前進を諦めざるを得なかった。僕たちの第1次アタック失敗の後、ノートンとサムベルが無酸素で第2次アタックに挑戦した。しかし彼らも8573メートルで力尽き、引き返すことになった。やっぱり酸素ボンベの力を借りないと、エベレストは登れない。僕はその思いを強くした。僕は酸素ボンベを使って、第3次アタックに挑戦することにした。パートナーにはアービンを選んだ。彼は登山経験こそ少なかったが、酸素ボンベを扱う技術は誰よりも長けていた。僕はアービンと共に、酸素ボンベを持って、8230メートルの第6キャンプまで登った。あそこからエベレスト山頂にアタックするのだ。すでにモンスーンのシーズンが近づいていた。おそらくこれが第3次遠征隊がエベレストに挑戦する、ラストチャンスとなるだろう。そして愛する妻は僕がまた何ヶ月も家を留守にして、4回目のエベレスト遠征隊に参加することを許してはくれまい。これは僕にとっても、エベレストへのラストチャンスなのだ。僕はいかなる困難があろうとも、絶対に頂上に到達してやると心に決めた。翌朝、僕はアービンと共に、第6キャンプから頂上に向けて出発した。世界最高峰エベレストの頂を踏んだ、最初の人類となるために。1924年6月8日早朝、マロリーとアービンは、第6キャンプを後にして、エベレスト山頂に向かって登っていきました。12時50分頃、サポートで第6キャンプに登ってきたオーデルにより、二人が北東領を登る様子が目撃されています。その日の午後から天候が悪化し、激しい風雪となりました。翌日の6月9日、天候は回復しました。しかしマロリーたちの姿は、北東領のどこにも見当たらなかったのです。オーデルは前日に引き続き第6キャンプに捜索に向かいます。しかしマロリーたちが、第6キャンプに戻ってくることはなかったのです。これにより第3次エベレスト遠征隊はマロリーたちの生存は絶望的と判断。失意の中帰国の途に着いたのでした。その後もイギリスはエベレスト登頂に執念を燃やし、第2次世界大戦前に第7次遠征隊まで送り込みますが、すべて失敗します。そして1953年、ヒラリーとノルゲイがネパール側からエベレストに登頂。一般的には、この二人がエベレスト初登頂者とされています。1999年、衝撃的なニュースが世界の山岳界を駆け巡りました。ナンド・ジョージ・マロリーの遺体がエベレスト山中の8160メートル付近で、アメリカ人登山家により75年ぶりに発見されたのです。マロリーの遺体はうつ伏せの状態で、右足は骨折しており、腰にはロープが結ばれていました。マロリーは第6キャンプ近くから、滑落したものと推察されました。ポケットからサングラスが見つかったことから、サングラスを使用しない夜間、もしくは視界不良の昼間行動中に、滑落したと考えられました。そしてジョージ・マロリーの遺体写真は、マスコミの競合により価格が釣り上がり、1枚4万ドルで取引されるようになったのでした。イギリスの英雄であり、伝説、
いやむしろ神話となった登山家の遺体をビジネスの道具としたこの行為は、登山界の重鎮から激しい批判を受けることになりました。1953年に南東洋からエベレスト初登頂に成功した、エドモンド・ヒラリー氏は、英雄たる人物の写真を売り飛ばそうとしたことに、呆れ返る。エベレスト最難関ルートである南西壁の諸島藩を指揮して、マロリーと同じイギリス人であるクリス・ボニントン氏は、言葉では表せないほど嫌な気持ちでいる。この人たちは登山家と呼ばれるに値しない。そしてマロリーの遺体が発見されたことで、登山界の関心はマロリーがエベレスト登頂に成功していたか否かに向けられました。もしマロリーのカメラに山頂の写真が残っていれば、エベレストの初登頂者は、1953年のヒラリーと天神ではなく、1924年のマロリーとアービンということになり、エベレスト登山史を大きく塗り替える、世紀の大発見となります。しかしマロリーのカメラは遺体と共に発見されず、マロリーがエベレストに登頂した決定的な証拠が、見つかることはありませんでした。そしてマロリーの遺体が山頂付近ではなく、第6キャンプ近くで見つかったことから、マロリーが登頂に失敗していた可能性が高まったと考えられています。理由の一つ目は酸素ボンベです。マロリーとアービンは2本の酸素ボンベを背負っていましたが、8時間ほどで酸素の残量はなくなっていたと考えられます。12時50分頃にファーストまたはセカンドステップ付近を登る様子が目撃されていますが、山頂に近いセカンドステップを登っていたとしても、山頂まで早くても3時間を要します。おそらくエベレスト山頂まで酸素を切らさずに登ることは、時間的に難しかったと考えられています。現代のような軽量で高性能の登山用具もなく、高度順化の研究も進んでいない1924年において、エベレストを無酸素登頂することは、ほぼ不可能であったと思われます。理由の二つ目は北東洋最大の難所であるセカンドステップです。第6キャンプと頂上の間には、セカンドステップという断崖があり、これは北東洋最大の難所として、登山家の行く手を阻んでいます。1960年に北東洋からエベレストに初登頂した中国隊は、この断崖の突破にはハーケンなどの、マロリーが持っていなかった、登攀用具を駆使して5時間を要しました。ほとんど登攀用具を持たないマロリーたちが、セカンドステップを登り、そして登頂を下降することは、ほぼ不可能だったと言われています。以上二つの理由から、マロリーとアービンは酸素やルートの問題によりエベレスト登頂を断念。引き返す途中で、第6キャンプを目前にして滑落しなくなったと考えるのが最も自然です。しかしたとえマロリーがエベレストに登頂できなかったとしても、彼が地図なき道の地域であったエベレストを探求し、その頂きを不満がために、生涯を捧げた偉大な登山家である事実は不変のままです。そしてマロリーが山頂付近ではなく、第6キャンプ付近で見つかったことは、彼が登頂の誘惑に駆られても引き際を見失わず、慎重な判断により撤退したことを示しています。遺体の発見によりマロリーがエベレストに登頂していた可能性は低くなりましたが、冷静な判断を下せる登山家であったことが、証明されたとも言えるのです。またマロリーたちは現在の進んだ登山装備と比較して、はるかに劣悪な装備でエベレストに挑み、8000メートルに到達していたことを忘れてはなりません。遺体を発見したコンラッド・アンカー氏は、マロリーの身につけていた衣服があまりに薄着であることに驚いています。登山界の超人ラインホルト・メスナー氏ですら、マロリーたちが使ったような装備では、僕だったらマッターホルンでさえ登ろうとしなかっただろう。とも語っています。今後もマロリー最後の挑戦に新たな発見があるかもしれませんが、彼が偉大な登山家として後世まで語り継がれることは、変わることはないでしょう。これでジョージ・マロリーについての解説は終了します。この動画を作成するにあたり、ウェイド・デイビス氏の著書、沈黙の頂と、ラインホルト・メスナー氏の著書、マロリーは二度死んだを参考にさせていただきました。またヨッケン・ヘムレブ氏らの著書、そして謎は残った伝説の登山家マロリー発見記も参考にさせていただきました。この本はマロリーの遺体が表紙となっているため、一部にモザイクをかけています。取り上げてほしい登山家や探検家のリクエストがあれば、コメントください。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。